マルガレーテ・ゾフィー・ホンエスター・ライヒは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇族。皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の名で、ビュルテンベルク公アルブレヒトに嫁いだ。全名は、マルガレーテ・ゾフィー・マリーアン・ヌンツィアータ・テレジア・カロリーネ、ルイーゼ・ヨゼフィーネ・ヨハンナ。フランツ・ヨーゼフ一世の弟、カール・ルート・ビヒ大公と、 その二番目の妻で両シチリア王フェルディナンド二世の娘であるマリーアンヌンツアータの間の第四子、長女として生まれた。マルガレーテ・ゾフィーの名前は父の最初の妻マルガレーテと父方の祖母・ゾフィーにちなむものである。マルガレーテ・ゾフィーは提携商者、フランツ・フェルディナント大公の同母妹であり、フランツ・フェルディナントとは仲が良かった。 マルガレーテ・ゾフィーは1886年から1893年の年明けまでプラハにある貴族の娘たちのための女子、修道院で院長を務めたが、1893年1月24日にウィーンにおいてビュルテンベルク家のアルブレヒト校と結婚した。夫妻は7人の子供を設けた。1902年。 マルガレーテ・ゾフィーは、グムンデンにおいて32歳の若さで亡くなり、ルートビヒソブルク宮殿にある、ビュルテンベルク王家の納骨堂に埋葬された。夫のアルブレヒトは後添えを迎えることはなかった。1932年、マルガレーテ・ゾフィーの遺骸は、アルツハウゼンのアルツハウゼン城にあるザンクト・ミヒャエル、城内教会の納骨堂に移された。ウィキメディアコモンズには、 マルガレーテ・ゾフィー・ホンイスター・ライヒに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。